小立和則さんっていうライターに、とうちの編集部の佐藤君にですね、はい、東大早稲田慶応に行ってですね、はい、ちょっと聞いてこいと、はい、こう言ったんですよ、うん、その彼らがどう思ってるのかね、学生たちが実際に、はい、で行ったんですよ。したら、まあ、の佐藤君からすぐ電話かけて、花さん今あの入試試験中で学生がいないんですよ、はい、休みで若いの探すんだと、はい、周りにいるだろうと、はいはい、なんか入れないとかね、はいはい、校内に、はいはい、言ってるからさ、探してこいっつって、それでもまあ早稲田と東大、はい、それから日吉に行ってですね、慶応ですね、慶応に行ってですね、はい、東大大学院の学生、前線で戦うことはもちろん自衛隊の後方支援も含めて戦争に参加する気持ちはありません。外交なり市民活動なり戦争をやらないための活動ならば僕は頑張ります。時間もエネルギーも使います。まあそれは一番望ましいんだけどさ、はい、岩佐の整形学の女性、戦うこと、自分の命をかけることに全くメリットを感じないのだと思います。リスクを負ってもリターンは少ない。面白いですよね。コスパとかタイパとかっていう感じですね、うんうん、はい、リターンだよ。日本が生き残るのがリターンなんだよ。最大の自分が戦わなくても誰かが戦ってくれる、自分ではない誰かの貢献に依存するという合理的な発想です。合理的かこれ。選挙の時に学生が投票しなくなっているのも同じ考え方ではないかと感じています。自分が行かなくても他の人たちが投票してくれるという考え方です。あ、はい、まあなあ、うん、でもこれはこれで面白いアンケートですね。まあ、そう、そうなんですよ。19歳の慶応の法学部の女性は、良くないことですが戦争というとテレビの報道番組で見る他の国のことに感じられてしまい、自分の身に起きるとは思えません。だからそういうことを教わってないからね、うん。22歳の東大教養学、自分の周りにも国のためという意識を持つ友人はいません。政治への期待もありません。官僚になりたい学生も減っていると感じています。僕自身国のために戦いたくないとまでは思いませんが、自分よりも国を優先することはないです。結構みんな正直に答えてはくれてるんですね。正直に答えてるんですよ、はい、結構ね、結構答えてくれたって言ってました、ね、言ったら、はい、どうかなと思ったんだけど、はい、結構答えてくれる、うん、で聞いてるうちに大体答えてくれそうな人が分かってきたって言ってましたから。あ、なるほどね、はいはいはい、さすが。自分にとって大切な人のためなら戦争にでも行きます。国のためには行けません、はい、で大切な人が死んじゃうんだよ、はい、さっきの大戦でも大切な人がたくさん死んだんだよ。みんなそういう感じで言ってますよね。うん、自分の家族を守るために行くっていう形でね。みんなそうですよ、はい、もちろんかなりそれが、うん、靖国神社にね、そうそう書かれてる手紙とか見てたら、うんうんうん、そういうの思いましたよね、うんうん、家族に対して送ってる手紙見たら。俺は東大の教育部に女性ですけど、戦争が起きたら戦うという人がいるならば、乱暴な言い方ですがどうぞご自由にという気持ちです。でも自分にとって大切な人のためならば前線でも行きますよって、まあそう、でもそうなんだけどね、うん、これは20歳の慶応大経済学の、身内のためだろうと国のためだろうと僕は戦いますよ。日本人であることは僕のアイデンティティです。日本人として僕は誇りを持っています。ずっと幸せを享受してきましたから。海の向こうには今実際に戦争をしている国もあります。食べるものもなく汚れた川の水を飲んでいる人たちもいます。だけど僕は日本で生まれて何不自由なく生活できている。この国の豊かな文化で学ばせてもらい育ってきました。今も喜びを実感しています。感謝しています。そんな日本のためならば前線にだって行きますと。素晴らしい、素晴らしいね、はい、こういう学生を得てますね、はい、本当に素晴らしいよこれ、はい、な大きい枠で物事見れてますね。そうそう、はい、だから今の実際の日本の状況とかをさ、はい、教わってないから知らないわけでしょ、はい、そうですね、であんまり関心もないから新聞とかそういうのも読んでないでしょ、はい、きっと、うん、はい、じゃあその、台湾有事は日本有事って言ったってさ、はい、知らないんだよそれ ね、 そうですね、うん、取材で見えてきたの、小谷さんが言ってるんですけど、取材で見えてきたのは今の学生のほとんどが報道から得た情報と想像の範囲で戦争を考えているということ。小学校、中学校、高等学校も含め平和や戦争や安全保障についてほとんど学ぶ機会を持たないまま20歳を迎えている。人間および人間による集合体は自分たちの安全を確保し生命と財産を守る権利を持つ。国単位で言うと他国から攻撃され侵略されるリスクが生じた時にはその相手を国家間の条約をもとに他国と手を携えて相手を排除できるとされていると、まあ、そういうこともちゃんと学んでないんだよな、うん、だけどねこのアンケートは面白かったよ。でも僕は、はい、やっぱりやったら面白いなと。そうですね、こういうのをもっとなんていうか大掛かりにやったら面白いなと思いますけどね、うん、上の世代が決めて若い世代が前線に行く現実には特に不満はありません。戦争が起きたら年齢に関係なく前線に行くか行かないかでもなく日本人全員が当事者ですから。20歳の東大生ですね。22歳
法学の慶応の男性はね、本音を言えば高齢者が率先して前線に行った方がいいとこれからそのそうなんだよ。でもこれからの日本を担う世代が死んでしまうのは国としては得策とは思えません。貢献の仕方はいろいろあると思うので、老若男女みんな協力して国として戦うべきです。だから老人の元気な老人は行った方がいいよね。俺なんか行くよ、うん、いやでも行けと言えばだって 遅から早くからもう間もなく死んじゃうんだしな。いやでも移動してる間に腰痛くなったりとか役に立たない可能性が役に立たない。ただそうでもないね、いいか、はい、ここは慶応の経済学の男性が言ってるんだけど、今の戦争は戦国時代の合戦とは違いますと、さまざまな技術を駆使した戦いになるはずです、はい、年を取って体力が衰えていてもきっとできることはある、はい、だから余命が長くない世代が真っ先に行くべきだと思います、はい、これ以上若い世代の人口が減ると戦争が終わってからの日本を存続させるのが大変ですから、はい、もちろん僕もお年寄りたちと一緒に戦いに行きますと、はい、まあ、そういう前提ですけどね。そうですね、確かにそれはそうなんだよ、はい、その若い人がどんどん前の先の大戦のようにね、はい、亡くなったらね、はい、大正世代がどんどん亡くなったわけでしょ、はい、亡くなったらその次の世代困るんですよ。そうですね、はい、その復興の時にね、はい、だからそれでも大正世代は一番復興に力を尽くしてきた世代なんだけど、はい、一番たくさん亡くなった世代だからね、はい、第二次大戦太平洋戦争で。ウクライナは18歳から60歳の男性は国外に出れない形なんで、うんうんうん、そうそう60歳まで戦ってるはずなんですよね、うんうん、はい、ああそうかね、そうだね、はい、全然僕なんか該当しますよ、うんうんうん、はい、多分でも本当兵力足りないっていう形に、まあ陸上戦ですから向こうは、うんうん、陸戦だとやっぱり、うん、それは強いでしょう。日本みたいに海と空で戦うってなったら、うん、それは特殊な技術を持った人間以外は、うん、いらないでしょうね。まあなかなかね、飛行機乗せてもただの重りですから、ね、戦車があってもね、そう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 、どうかっていう、まあ、はい、もちろんその侵攻されてきた時にね、そうです、侵攻された時はもうやりますよ。そうするために必要ですから、はい、戦車も塹壕戦ですよ。そう、準備しておかなきゃいけないけど、はい、それより今のもう戦争は変わってるからね、はい、ミサイル飛んできたらどうしようもないわけだから、はい、これ。